岡山市東区にある地域である。かつての上道具城道庁にあたり、現在は岡山市東区、役所上道地域センター管内を指す。本校では、上東郡城道庁についても記す。岡山市東区を南北に流れる砂川中流域の中赤平野に位置する当地域は、浮北上東台、平島、五急、角山の5つの小学校区で構成される。 一帯は、岡山バイパス、国道250号と山陽インターチェンジに、接続する岡山県道37号最大寺山陽線など、幹線道路が交差する交通の要衝にある。特に、平島交差点周辺は、地域センターと岡山市立上道中学校があり、大型店や、ロードサイド店舗も集中する、上東町時代からの中心地となっている。 浮田小学校区の草が、部地区は、ネオマスカット発祥の地であり、地域の丘陵地は、アタゴナシや、ピオーネなどの果樹栽培が盛んであるが、上東駅付近では、駅開業以来、上東台をはじめとする、住宅団地の造成が、盛んに行われてきた。岡山市と合併後、奈良原にある、旧町役場に、市役所上同支所が置かれ、2009年の、 政令指定都市以降に伴い東区役所上道地域センターとなり、戸籍関係等一般の業務を扱う総務民生課が置かれている。上等地域は岡山市東区役所上道地域センター管内の以下の大技が該当する。地名上等は古代には上津道と呼ばれ、中世以降は上等と音読されるようになった。古来は 旧山陽道が地域を縦断し、つい市は、名東、備前おさふで有名な、福岡の市と吉井川の対岸に位置した、宿場町であった。また、戦国時代には沼にあった沼城を、岡山城下町を築いた浮田市が一時期、居城としており、現在は、弁天山と呼ばれている。城東地域は、備前国城東郡、泣き号、菱し郷、号、豆田号、 巨都教に属し、1603年以後池田市の所領となり、明治維新に至った。1889年6月1日の町村政施行により、五級村、角山村、平島村、浮田村が発足した。五級村の由来は、明治天皇が巡行し、1日市で五休息したとされている。浮田村の由来は、浮田直家の居城であった。 亀山城市があることから尊名を受けたとした。角山村の由来は、内毛原東北方に横たわる角山から角山村と名付けた。平島村の由来は、村の中央にあたる両平島から平島村と名付けた。戦後、1952年7月259、角山、平島の三村で、合併機運が高まり、 翌1953年に合併市上東町が発足した。町名は上古から上東国と呼ばれた地であり、また上東郡に属していたことから命名された。その後、1955年には地理的、経済的に関係が深かった浮田村を編入した。1971年5月1日、上東町は岡山市に編入合併され、 調整時の21大技の内北方は上等を干渉した上で、他の20大技とともに同志の大技に継承された。交通量、奈良原上等史跡巡りサイクリングマップより、上等町に関するカテゴリー。ありがとうございます。